皆さん、こんにちは。ひろきです。いただきまーす。あったかい部屋で冷たいビールを飲むのは本当に美味しい幸せ。もうこたつの中でハーゲンダッツ食べるようなもんですね。でこれ昨日言いましたね昨日同じこと言ってるはい、ということで本題に入りましょう。今回ですね、ヤフー知恵袋でガーシーと検索してみました。もう真っ黒な情報がたくさん出てくるんじゃないかと思って私は大いに期待しております。というのもですね、私詳しいことを知らないんですよ。ガーシーさんが今までどんな風に今の状態までなったのかについて詳しいこと知らないんですよ。ですね、なんか業界の方々とお知り合いが多くて秘密も握ってて、で何かの理由でそれを暴露しまくってバズった YouTuber ということしか知らないんですよね。詳しい暴露内容を知らないもんですから何が出てくるんだろうと思ってちょっと楽しみにしています。はい、僕は楽しみにしています。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、POP なんちゃらさん、ガーシーのことどう思いますか？詐欺事件を起こしたり相手を陥れるために敵対する相手の家族や恋人を攻撃したり、やってることは犯罪になるようなことをしています。彼は交友関係が広いようで、彼を慕っている人もいるようです。彼がインフルエンサーでなければ犯罪さえ犯さなければ問題ないと思いますが、犯罪を犯すような人が表舞台に出てくるのはあまりいいことだとは思えません。そこで質問です。彼とコラボしているインフルエンサーをどう思いますか？私はガーシーが嫌いなわけではないので、ガーシーとコラボしているインフルエンサーを見ても特に嫌悪感は感じませんが、犯罪者のような人とインフルエンサーがコラボするのは、コラボした側のインフルエンサーの信用問題に関わるような気がします。結構有名どころの人がコラボしていますが問題ないのでしょうか？それとも犯罪者とコラボしているだけなら問題ないという感じなのでしょうか？とのことです。ちょっと回答に困りますね。詐欺事件を起こしたりしてるんですか？あと相手を陥れるために敵対する相手の家族や恋人を攻撃したり、それをいいと思ってるんですか、ガーシーさんは。悪いことやってないよ僕は、みたいな感じなんですか？そこには何か理由があるんでしょうかね。ちょっとどんな経緯でこうなってるのかわからないんですが、とりあえず人にひどいことをしている人なんですね、ガーシーさんは。どうやらこれによると、あら、じゃあそれをコラボしているインフルエンサーさんのことはちょっとイメージダウンですね。はい、
ものすごくじゃないですよ。はい。ちょっとイメージダウンですね。はい。だからコラボしている人もそれ分かった上でコラボしてるんでしょうね。はい。同類だったりしてね。はい。ちょっとどう思いますかの質問についてはこれぐらいしかちょっと言えません。すいませんね、知識不足で。はい、次行きます。 ID 非公開さんからの質問です。ガーシー法、あ、文集法みたいな感じでガーシー法というのがあるんですね。ガーシー法により大ダメージを受けた新田真剣優綾野剛が同じような時期に揃いも揃って結婚を発表しましたが、これは結婚したからはこれからは女性関係で問題を起こすことがないと示すためとか、女性人気を諦めた結果なのでしょうか。これも難しい質問ですね。ありえるぐらいだと思います。はい、次。ID 非公開さんからの質問です。ガーシー議員や中条きよし議員などこんなのが当選してしまう民主主義って本当に国民を幸せになどできるのだろうか。それなら議員志望戦略としてメディアで取り上げられる状態のことを合法的に行えば名前も知られ、うまくいけば年収2000万円以上が保証されるではないか。そして最大限に法の裏を進めば先生と呼ばれ、懐はガッポガッポだ。そのがっぽった金も多くが支援者の〇〇クラブ忘年会新年会に会費で飛翔。国会は会して議せず、議して決せず、決して行わず、行って検証せず、検証して改善せずの状態。予算委員会は指名議員の独壇場で支援者に晴れ姿を見せる舞台。一般議員は答弁などありえずに賑やかし。だから安心してスマホ没頭。だから大臣によってはご質問ありがとうございますなどの謝辞が出る。政治活動と称する売名運動、選挙では有権者におもねり、本来なら国民から良い政治をありがとうと感謝されるのが本筋ではないのか。皆さんはどんな形態が最も良いと思うだろうか。えらい難しい言葉っていうか表現の多い質問ですね。まあ日本にとってはちょっと敵なんですけど、当時イギリスの首相チャーチルさんが言った言葉がありますね。民主主義は最悪の政治形態だ、その他を除いてはと言ったそうです。そうなんですよ、民主主義には悪いところたくさんあるんですよ。はい、政治能力が、まあ議員は立法機関なので立法力と言えばいいんですか、立法力のないタレント議員がたくさん生まれるとか、知名度だけで。はい、けどそれも国の姿なんですよ。
だから私はガーシーさんが当選しても不愉快にはなりますけれども、制度を変えるべきとまでは思わないですね。はい、まあ一つ言えば、一つちょっと提案なんですけど、本当は後々後で政治のカテゴリーで話そうと思ったんですけども、一つ言えば、参議院は3年に1回、まあ6年なんで半分の3年、衆議院は2年に1回、あの任期は4年なんで、に落選投票というのをやってみてはいかがでしょうか。ちょっとお金、税金かかっちゃいますけどね、税金かかっちゃいますけど、この人は落とすべきだと思う人に投票し、まあ丸つけでもいいですけど、過半数超えた人は落選っていう落選っていうか、議員を離職してしもらうみたいなそんなのやったら面白いと思うんですけどね。僕、うわこいつに、こいつ人気ねえどころかダメダメっていうか、嫌われてたんだこの議員みたいなのとか出てきたりとかしてね、面白いいんじゃないですか、ね、そういうのもありだと思いますけどね。まあ2分の1にするか3分の2にするかどうするかはまあ置いとくとして、はいはい、そんなところです。次いきます。ID 非公開さんからのご質問です。ガーシー議員を逮捕とかいう噂がありますが、国会会期中は逮捕できないから、国会会期中に帰国して会期終わる前にドバイに戻られたら警察ではどうにもならないよね。はいはい、次行きます。リバティさんからのご質問です。ガーシー、ヘズマリュー、玉川徹、プーチン、習近平などの諸行を見てて思ったのですが、憎まれっ子世にはばかる、このことわざの正確な意味は何でしょうか。こう改めて聞かれると分かんないっすね。あ、ちなみに言っときます、ここで出ている名前は憎まれっ子じゃないと思います。嫌われっ子だと思います。はい、そこ勘違いしないように。はい、その上で憎まれっ子世にはばかるということわざの正確な意味は、つまりあれですよ、みんなが流れでなんとなくやっちゃうようなことでもいけないことだと思ったら、それは違うんじゃないとかって言ったら憎まれるじゃないですか。そういう人が大成するという意味なんじゃないですか。勝手に今作りましたけどはい、じゃあ次いきます。 ID 非公開さんからの質問です。ガーシーを支持している人っているのですか。3月くらいまでに帰国しなかったら懲罰委員会で何か決めるっぽいですけど、さすがに帰るんですかね。なんであの人が慣れたのか不思議です。ガーシーを支持している人っていると思いますよ。はい、だって当選したんですもん。はいはい、次、ID 非公開さん。ガーシーが言っていた浜鍋南の裏の顔は本当ですか。知りません、すいません。はい、次。
ID 非公開さん、ガーシー議員次の選挙で当選するでしょうか。落選すると思います。次ガーシー議員はめちゃくちゃ忙しすぎるのでしょうか。それは分かりません。ドバイのホテルにいるからってそれだけのイメージでゆったりしてると思うのは間違いかもしれません。はい、忙しいかもしれませんね。はい、分かりません。ID 非公開さんからの質問です。ガーシー議員は淫行俳優を告発したのは国民のためになりましたよね。ガーシー法についての賛否ということですよね。はい、今までの私の聞いている情報によると国民のためになったかは文春法が国民のためになっているかと思っているかというのとほぼ同一の質問だと思うんですよ。私は国民のためにちょっとなっていると思います。だって暴露してる内容がそんなに大したことないじゃないですか。なんか芸能人のゴシップでしょ。文春法がやってるようなのとはまたちょっと違うんじゃないですか。はい、そんなところです。はい、皆さんどんなことが印象に残りましたか。はい、僕は何もあんまり印象に残らなかったですね。面白かったです、面白かったです。はい、ガーシー議員についてちょっと知れました。はい、話題のガーシー議員について。はいはい、この動画いいと思った方、いいと思っていただけた方、ぜひいいねお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしております。コメントもお待ちしております。はい、ではまた次回の配信、別の配信でお会いしましょう。さようなら。